あまり音を立てない方がいい。ソウルイーターの聴覚は敏感だ。そして自分の縄張りを荒らされるのをあまり好まない。僕もそれほど詳しいわけではないけれど、注意するに越したことはない。シミュレーターといえど多少のフィードバックはある。そういうふうに聞いているんだ。なら細心注意をすべきだと僕は考える。君はどうだい、マスター？見つけたと言ったのかい？言ったね。うん、聞こえたとも。なら僕を探していたのかな、マスター。わざわざシミュレーターにまで足を運ばせてしまったならごめんよ。君はいつも多忙だろうに。とりあえず管制室へ戻ろう。いいね。いい子だ。無事に戻ったね。いや、うん。シミュレーションプログラムというのはレイシフトほどの危険はないと聞いている。それでもね、マスターの体は気遣わないと。僕にかい？これは、なるほど、そうか、バレンタインデー2月14日。そうだ、そういえばそうだ。かつての聖杯戦争でも僕は、ごめんよ、何と言ったらいいのか、僕には関係のないものだとばかり思っていたんだ。いや、まずは言葉にしないと。ありがとう、マスター。とても嬉しい。今すぐとはいかないが、そうだね、明日の朝にはとっておきのお返しをしよう。どうかそれまで楽しみに待っていてほしい。お願いできるかい、マスター。なるほど、何やら騒がしいと思ってはいたが、当世にもなかなかに興味深い催しがあるものだ。嫌いではないぞ、私も好きだ。贈り物はいい、貢ぎ物にはさほど何を思うこともないが、気持ちを込めたものというのはいい。かくいう私もな、かつては愛する者へ多くを送ったものだ。そして多くを送られもした。まさしく愛をな。見るがいい、無駄なき愛で編み上げられた我が肉体を。確かファラオ調理法というのだったか。あれの作る料理の数々は実に美味なものでな。アレクサンドリアへ赴くたびに、私は着々とこの身に愛をたっぷり蓄えたのだ。なんとも懐かしい。
ほうほう、チョコレートだな。うん、甘い、実に甘い。これはあれであろうな、初恋のように人をとろかせる。ほのかな苦味も好きだ。感謝を述べよう、マスター。私にまた愛を蓄えさせるとは。ならば愛には愛で応えねばなるまい。期待して待つがいい。あの先輩、カエサルさんに言われて品物を運んできたんですが。すごいことになってしまいました。とりあえず部屋の中へ運びますね。フォー！あ、ダメですよ、フォーさん。先輩宛にカエサルさんから送られたものですから。でも、そうですね。とても美味しそうです。わかりました。では、皆さんを呼んできます。おはようございます、マスター。今朝は自主トレーニングですか？いえ、管制室からの指令はないと確認してきたところですので。あなたは今日一日ゆっくり休日を楽しんでいるのかと。なんと、これを私に。いえ、この可能性を考慮していなかったわけではありませんが。ありがとうございます。妨害の喜びです、マスター。いやはや、本来なら飛び上がって喜びを表現したいのですが、そうはいかないのが悔しいですね。カルデアには他に何名か円卓の騎士がいますので、彼らさえいなければ抱き上げていたところです。大げさなものですか。親愛には親愛で応えるのが紳士というもの。しかし困りましたね。あなたが騎士であればいくらでも返せるものがあるのですが、御身は魔術師。いや待て、落胆するのは早いぞガウェイ。これがガレスの誕生日と思えば。失礼、しばらくお待ちを。お待たせしました。ささやかなものですが、こちらを受け取ってほしい。ダヴィンチ女子に取り寄せてもらっていたのです。カルデア内の空調は万全とはいえ、一歩外に出ればそこは標高6000メートルの極寒。女性にとって良い環境とは言えません。ですので、どうぞこちらをお使いください。
今や歴戦のマスターとはいえ、あなたは未だ成長の途中にある可憐なレディ。花に水が与えるがごとく、心に潤いを与えてほしい。自らを飾る気持ちを忘れてはいけません。そうであれば、あなたは間違いなく大輪の花を咲かせるでしょう。この辺り、私の目は確かですとも。はい、でも。はい、あなたならそう憤慨すると分かっていましたとも。ですが、そこはご容赦を、マスター。あなたが健やかであればあるほど、我が剣にも力が入るのですから。ひとときの契約であれ、この身はあなたの騎士と誓ったのです。であれば、主を守るためにあらゆる手段を使いましょう。なので、諦めてお受け取りください。これからもよろしくお願いします、マスター。バレンタインのチョコレートですか。なるほど。私のようにくたびれた男に贈り物とはありがたいことです。返礼として何か差し上げねばなりませんね。フランスに戻れば金銀宝石を山ほど差し上げるのですが。そうです、あれがありました。少々お待ちを。ありました。ではこちらを。こちら、ジャンヌファンクラブの開放誌です。はい、ノーマル聖女、白聖女、黒聖女、小聖女、JK聖女、さらに一度だけ目撃された黄色バージョンまで網羅した完全版。ジャンヌ・ダルクという少女がどういう人生を送り、どういう足跡をたどったか、好きな食べ物は何で、嫌いな食べ物は何で、一日のスケジュールはどんな感じで動いているのかを完全把握した、まさに珠玉とも呼べる本であり、黒ひげ殿いわく、これマジで薄い本案件じゃないのというよくわからない評価を受けましたが、それはともかく渾身の力が入ったものであり、刊物にはテスラ殿との協力によってあのヒロイン X 殿とのインタビューに成功しております。なお関東グラビアはアンドのマタハリ殿の協力により去年は海に行けなかったですね。水着は確保しているのですが、と落胆していたジャンヌを見るに見かねて無理やり水着を着せて撮影した奇跡的なものであり、小聖女殿曰く、大人になったら私もこれになるんですか、なるんですよね、イエスとお褒めいただいた一品でございます。あいだだだだだ、首がもげる。もぎますから。おお、ジャンヌ、黙っていたことはお許しください。あ
なたが他のサーヴァントと積極的に交流を持つのは大変よろ。ちょっと皆さんまとめてお説教のお時間です。面目ない！ふう、今日もよく汗を流した。もはやエーテルで形作られた仮初めの体躯に過ぎず、正しき肉も骨も持ってはおらん身だが、どうあれ動くのは気分がいい。あとはうまい酒と食い物、それにいい女がいてくれれば。他には何もいらんのだがな。なかなかうまい話は転がっておらんものだ。と、マスターか。なんだ？鍛錬なら付き合ってやるぞ。一汗かいたばかりだが、お前の頼みなら構わん。何？バレンタインだ？おお、なるほど。お前から俺にか。そうか。ああ、そうかそうか、そういうことか。わからんものだな。そういうことなら答えるしかあるまいな。俺は気前のいい男だ。お前を拒みはせん。そうだな。まあ夜まで待て。かつてはアルスターの王でもあった俺の包容力、大人の男からの変礼ってものを見せてやる。いやいや、しかしお前がな。そうかそうか。ごきげんよう、マスター。本日もよろしくお願いいたします。不肖ベディビエール、どこにでもお供いたします。レイシフトでしょうか、それともシミュレーターでの訓練でも。連日お忙しくされているようですから、お休みになられるのもよろしいかと。そういえばマスター、前回のメディカルチェックから間が空いていますね。どうでしょうか、本日はお休みになられてメディカルルームでお過ごしになられるというのは。無論私もお供いたします。マスター、一体どういう、私に何を。バレンタイン、それは
古代ローマ時代の。はい、耳にしたことがあります。尊き信仰に準じた聖人が存在していたのだと。その名と行いが古くから連綿と続く豊穣の祭りと合わさったことで新たな催しとなったのだとか。セントバレンタインデー、恋人たちの日、現代の極東においてはチョコレートを贈るとも。マスター、それは…本当に…ありがとうございます。しかし、本当によろしいのでしょうか。私は、サーヴァントとしてあなたに仕えるものです。本来私は正しき英霊ではない。人類史に刻まれるほどのことは成し得ていないでしょう。そんな私がこのようにあなたから贈り物をいただいてしまうのは。ありがとうございます、マイマスター。その、何と言ったらいいのか申し訳ありません。大変申し訳ないのですが、少しだけお時間をいただけないでしょうか。恥ずかしながら申し上げますと、私もバレンタインの贈り物を用意したのです。使えるものの身でありながら親しき者のようにして主人へ贈るなどありえまいと。自室へしまい込んでいたのですが、私にも常日頃より抱く感謝の気持ちを形にさせてください。マスター、王ならざるも我が主人となってくださったあなたへ。まことアイスマン、主殿が多忙の身であるとは分かっているつもりだが、今しばし付き合っていただきたい。カラスが鳴く。慣れたものと思っていても否なものだ。実によくできた現実ではある。シミュレーター、面白きもの。己の外にある幻とは。しかしいささか匂いが薄い。風、草、木、特に土の匂いにはまるで生気がない。
それに加えて無粋か、失礼した。この柳生田島がよもや年がいもなくはしゃぐなど、いやはやかような影帽子として現れてしばらく、すでに多くを知っていように、こうも余計に事の葉を紡いでばかり。七郎目には見せられぬ集大よ。さて主殿、なここにござる。柳生実景が一つ、もみじ橋。かの沢庵和尚が建立なされた柳生の菩提寺、宝徳禅寺へと続く霊源坂にかかる橋にてござる。そう言っていただけるとありがたい。ダヴィンチ殿とホームズ殿に無茶を言い、シミュレーターへのリソースを傾けた甲斐があった。これは私のお気に入りでな、夕刻の特に秋のモミジによく映える。無論偽物、シミュレーターによる模造の品。しかし柳生田島の影帽子たる私にとってみれば、これこそ真なるなどと。いや、冗談が過ぎたか。いやいや。